手のしびれが取れない、ああもうどうしたらいいと思ってるあなた、3秒でしびれを取る方法をお話したいと思います。どうも生徒たちのあきです。本日の動画をご覧いただき本当にありがとうございます、今回ですね、その手のしびれを3秒で取る体操っていうのをお話ししようかなと思うんですけども、でこの体操をお話しする前に、なんでこのお話をするのかっていうと、手のしびれに対しての誤解が多すぎるんですね。で多くはですね、この頚椎ヘルニアって言われて、首の骨がね狭くなることによって神経圧迫してしびれを起こしてるって言われてるんですけど、いやいやちょっと待てと、それだけじゃないっていうことですよ。筋肉が原因でしびれを起こすことって多いんですよ。たあるんですね。でそれをですね知らずに、じゃあもう首のせいだって諦めてる患者さんが非常に多いです。あなたもそうじゃないですか。手のしびれが取れないって諦めてないでしょうか。では実はですね、それは筋肉で起きてるっていう可能性も絶対にあるわけなんですよ。だからね、まず諦めずにこの体操をやっていただきたいですね。そう、だからそういった方はですね、誤解を生んでしまって、そして手術に至るっていうことをやってしまう人たちが多いので、だからこそそういう人たちを減らしていくためにも、この体操をですね、一回やっていただいた方がいいのかなと思います。はい、というところですね、どういうことをやっていくのかっていうと、猫背を直してあげるんですね。手のひらを外に向けていただいて、肩甲骨をグッとこう、後ろに寄せてあげます。で、肘と肘を当てるようにぐーっと寄せていきます。で、こういう風に手のひらも上向けて、外向けていただいた状態でですよ、この状態で手のしびれが止まった人、今あなたが痺れてるとしましょう。で、あなたが痺れていて肩甲骨を寄せて、そして手のひら上向けてもらって、ちょっと首も後ろに軽く下げていただいた方がいいですかね。無理のないように。ぐーっと下げていただいた状態で手の痺れ、いつも痺れた痺れが止まるのであれば、これはあなたの痺れっていうのは筋肉が原因で起きてるんですよってことです。これをぐっとやって、1、2、3ですよ。3秒で痺れが引いていくのであれば、あなたの痺れっていうのは筋肉が原因で痺れてるっていうことなんですね。で、それってどういうことなのかっていうと、こういう仕組みがあるんですね。まずね、この腕神経叢と呼ばれる神経が引っ張られることによって痺れを起こすんですよ。で、腕神経叢っていうのはこの首のこの辺から、この前をちょっと通ってって、で、腕のこの内側通ってって、わーっとついていく神経なんですけども、この首から腕につながっていく神経がですね、ピッて引っ張られることによって手の痺れを起こすことが多いんですよ。はい。で、じゃあどういうことなのかって言ったら、こういう風にですね、普通にしてたら神経ってこういう風にたわんでるんですけども、猫背になってくると、神経が引っ張られるんです。つまり、猫背になってくると、このように神経が引っ張られちゃうんですね。そう。こういう風になってくると神経が引っ張られてしまいます。で、これが続くことによって引っ張られ続けて手がビリ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 と痺れてしまうんです。そう、だからこそさっきお伝えしたような体操、肩甲骨を後ろに開いて手のひらを上向けてあげて、で、肘と肘を寄せるように肩甲骨を寄せてあげると、見てください、これ神経、たわむでしょ。だから、そう。で、これで神経がたわみました。で、神経がたわんでる状態で、あなたの悩みのその手のしびれが取れるのであればですよ。手のしびれが取れるのであれば、ここの神経が緩むことによって、しびれが取れたっていうことなんですね。そう。じゃあ、猫背によって神経が引っ張られてしびれが出ていただけだから、その猫背を変えていけばいいと。じゃあ、猫背ってなんで起こるのか、そうですよね。筋肉がこういう風に固まってるから、しびれてるだけなんですよ。そう。だからこそ、筋肉の硬さを取っていってあげれば、しびれが取れていくんですよっていうことなんですね。はい。そう。で、これでね、痺れが取れたんであれば、じゃあどういう風なエクササイズをしていけばいいのかっていうところなんですけど、これは前に引っ張っちゃう、猫背になってしまう筋肉の硬さを取っていけばいいんです。で、そのケアを2つお伝えしようと思います。両方ともですね、30秒程度で終わるので、これで1回やってみてくださいね。はい。じゃあ、まず1つ目なんですけど、胸の筋肉伸ばしていきます。で、やり方なんですけども、まず壁際に立っていただきます。で、壁側立ってもらって、手のひらを上向けていただいて、そして、このまま手を後ろに、このように当ててください。横から見てるとこんな感じですね。手のひらを上向けていただいて、小指を壁に当てるって感じですね。で、この時に、肩の高さ、腕の高さはちょっと上げてあげる。これぐらいですね。で、これぐらいに当ててあげます。で、このように当てていただいて、で、このまま胸を壁の方に向かって、ぐーっと寄せていきます。そうすると、胸の筋肉がブワーッと引っ張られる感じが出ると思います。
はい。で、これで引っ張られるような感じでできて、ここが硬い人はね、もうここが痛かったり痺れたりするんですけども、頑張ってここ伸ばしてください。で、胸をぐーっと壁の方に寄せていただいて、で、このまま体を少しこっち側に開いていきます。伸ばしたい方の胸と逆の方向に開いて、胸の筋肉を開いていく感じですね。パーッと開いていく感じ。で、この状態で30秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。で、ゆっくり戻していただくと、ここの筋肉の硬さが取れます。で、取れたら肩が後ろに下がります。で、肩が後ろに下がったら、さっき言ってたここの神経の引っ張られるのが後ろに下がって引っ張られなくなるので、手のしびれが緩和していくというところですね。で、あともう一つやっていただきたいのが、ここの筋肉の硬さを取っていきます。ここの筋肉って硬くなっちゃうとこうなってしまって、腕を巻き込んでしまうんですね。で、巻き込んじゃうとどうなるのか、肩の動きが前に出てしまうんですよ。猫背になっちゃうんですね。手を内側に入れるっていうことは、肩が前に出る動きと同じですから、こういう風になってしまい、神経が引っ張られることによって痺れを起こしてしまうので、この筋肉の硬さを取っていきましょう。で、この筋肉の硬さを取るときっていうのは、また壁用意していただくんですけど、手をこのようにベターっと当てていただきます。こんな感じですね。このままベタッと壁に当ててあげて、で、当ててあげた状態で、まあ、腕の高さはこれはまっすぐで大丈夫です。で、このまま体をさっきと同じように開いていきます。で、開いていくと、手のこのあたりから胸にかけてズワーッと痺れてるような、ピーンとくるような痛みが出ると思います。で、この状態で、30秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30っていう風にしていただくと、この筋肉の硬さも取れてって、肩が前に出るっていうことが引いていきますよね。だから肩が後ろに下がるから、さっき神経が引っ張られたのがなくなって、手のしびれが取れていくっていうことなんでですね。で、まあこれでね、しびれが取れていくのであればですよ、あなたが起こしているそのしびれの原因っていうのは、筋肉によってしびれが起きていただけなんで、手術なんか受けなくていいと思います。はい。筋肉の硬さを取っていくってことをやっていけば、このしびれが緩解されていきますので、ぜひこれをやっていただければなと思います。はい、本当にですね、やっぱり筋肉ね、痛みを取れることって本当に多いんですよ。だからね、本当に諦めずにやっていただければなと思います。はい、というところですね、本日はですね、手のしびれを取る、3秒で取る体操っていうのをお話しさせていただきました。本日の内容ですね、よかったら、詳しく聞きたいっていう方はですね、下にホームページのリンク貼っておきますので、いつでもご連絡ご相談ください。で、あとはチャンネル登録といいねボタンの方もね、よろしくお願いいたします。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。